会場正面で急旋回を行った後、模擬着陸進入を行います。これをコンバットブレークといい、危険な状況下でも速やかに着陸するための軌道です。においてはあらゆる状態からでも安全に機体を着陸させれるよう日々訓練を実施しています。
着陸復降直後に低速度のまま旋回を実施します。 S2 はエンジンが1つしかありませんが、90度傾けたナイフエッジ軌道で進入します。